毎月全国から送られてくるやり込み作品の頂点を決めるこのコーナー、やり込みキング。さあ、今月のキングの栄冠を勝ち取るのは果たして誰だ、誰なんだ、やり込みキング。さあ、今月の採用作品はこちら、ピクミン2制約付き最速クリア。人気シリーズの第2弾となる本作では、オリマーとルーイの2人を操り、ピクミンの力を借りながらお宝を回収し、借金を返済することが目的。また舞台となる惑星では時間が流れており、日没とともに1日の行動は終了。日数を重ねながらゲームを進めていく。今回投稿された最短攻略と名付けられたこのビデオは、一体何日間でクリアしているのだろうか。ということで、ピクミン2クリア経験者にクリアまで何日間かかったか聞いてみることに。いや、もう結構早いと思うんですけどね。32日ぐらい。20日ちょっとぐらいですかね。さらに、ピクミン2攻略本の執筆者であり、エッジプレイヤーとして本誌でもおなじみの菅原智之に聞いてみた。そうですね、一般的にはやっぱり30日ぐらいでクリアするのが普通みたいですね。今回のやり込み作品の記録は、マジっすか、なんと6日間で借金返済、8日間でお宝コンプリート。しかもピクミンを1匹も死なせないという制約付き。ちなみにピクミンはこんな風にすぐに死んでしまうか弱い生物。すごいですね、6日で借金返済、8日でお宝コンプリートというのは理論上の最短日数ですね。いや、僕もやったことはないですね。それでは、いかにしてこの驚愕の記録を達成したのか、早速見ていこう。ゲーム開始直後は、敵もお宝も少ないので、ピクミンを着実に増やしながら手際よく進んでいく。そして、最初のポイントとなるのが、地下の有効活用。この地下では、時間の流れている地上に対して時間が流れていない。これを利用して最短クリアへの仕込みが始まる。このスペアマップは、洞窟内で紫ピクミンを仲間にしてから運べるようになるお宝。通常、これを回収して地上に上がると強制的に2日目が終了する。しかし、このやり込みでは、紫ピクミンを仲間にするとスフィアマップを無視。一度地上へ戻り、再度洞窟で強力な紫ピクミンを増やす。さらに、地下では原生生物の死骸を回収するとお金が手に入る。そのため、地上と地下の行き来をなんと1時間以上もひたすら繰り返し、小銭を稼いでいく。6日目までに、手に入るお宝だけでは1万ポコに達しないので、こういった地味な作業ですけども、小銭を稼ぐことが必要になってきます。そして、日没まであとわずかのところで、ギリギリ洞窟に入り、スフィアマップを回収して2日目が終了。続く3日目以降は、増やした紫ピクミンを攻撃の要にゴリ押しで敵を倒していく。ボスに対しても同様、相手に反撃の隙を与えずに撃破。この白い花園に潜むヘビガラスとは何度も戦って、撃破後に出現する激似が激辛スプレーの元となるエキスを回収していく。ここで独自の技を活用する。まず、操作していないオリマーを押し込んで強引に吸わせる。この時、急いで駆け寄り同時に吸ってしまう。一気に2つのスプレーを回収成功。この方法で中盤以降重要となるスプレーを稼いでいく。
地上では激辛スプレーでピクミンたちの力と素早さを上げて作業効率を上げる。ここではあらかじめスプレーをかけて素早さを上げ、お宝回収中の敵からの強襲を回避。戦闘では敵を石化させる効果を持つ激苦スプレーを使用、動きを封じて瞬殺。もちろんお宝は逃すことなく全て回収していく。いよいよ6日目。地上フィールドはより複雑になり、時間内でお宝を回収するのが厳しくなる。ここで最も重要なことはオリマーとルーイの的確な作業分担。必要なピクミンを割り当て、それぞれを同時に進行させお宝を回収していく。そして日没ギリギリ、地上最後のお宝を回収直前に洞窟の前で待っているルーイに切り替える。回収したら移動時間なしで即洞窟へ。しかも難なくクリアし、6日間で見事借金返済完了。借金返済後はパートナーが社長となり再び惑星へ。どんどん洞窟の難易度が上がってきますので、ピクミンを殺さないためにはより安全な方法をとって戦うということが必要になると思います。しかしこのやり込み、後半の難所も戦闘はスプレーと紫ピクミンでご了承。いや、これはかなり危険な方法というか、大丈夫なんですかね。岩が落下してくる後半のクイーンチャッピー戦では、制約を嘲笑うかのようになんと100匹で戦っていく。一歩間違えればピクミン即死の状況を突破していく。危ないですね。壁のないフロアでピクミンを落下させてしまうと当然死んでしまうのだが、やはり危険を顧みず豪快に投げる。さらに炎や毒といった属性も無視、瀕死になったピクミンをタイミングよく笛を吹くことで呼び起こす。8日目、最後に待ち受けるヘラクレスオオヨロヒグモに到達。さまざまな属性攻撃を仕掛けてくる非常に厄介なこのボス。最初の水攻撃はオリマ社長2人を巧みに切り替えて防いでいく。電気攻撃は食らうと即死となるため、ここはキピクミンで攻撃。そして最後は石化させてついに撃破。全201個全てのお宝を回収。ピクミンの犠牲なし、最短コンプリートクリア、見事に達成。かなり強引なところもあるんですけれども、最短ミスかつノーミスクリア、見事だと思います。楽しく拝見させていただきました。さて、やり込みキングではやり込みビデオを大募集。話題沸騰やり込みグランプリ2004に君も参戦。詳細は紙面をよく見るべし。
目指せやりこみ日本一、全国から熱い投稿お待ちしております。